おはようございます皆さん。で今回はね、何をやるっていうのはマックスウェルの方も今ねやりたいけど、その前に俺のアルトリオンがまだ SPB はまだ解放されてないから、まあ、今はね PB レベル3だから、ちょっと SPB 解放したい。これでカエルたちでね、こんな感じで、あと2体か。はい、これで解放されました。で、今からはすぐですね、マックスウェルの方挑戦したい。SPB があるから OK です。はい、このパーティーでやります。こんな感じですね。まあほとんどは SPB レベル1だから、まあしょうがない、無課金のアカウントだから、ちょっとね、SPP レベル10まではちょっと時間すごくかかるから、まあ一応これでやってみたいと思います。で、フレンドは何にするっていうのはこれですね、ミリマタと、はい、これでかな。で、アイテムはこんな感じです。まあ、マックスウェル取れたらすごく助かるわ。挑戦します。勝てるといいんだけどね。よし。まあ、とりあえず、レディオンはガードで、今、攻撃します。ビゲージを満タンにしたいね。トルメだ。ジャガノだ。トルメ。こうなったら大丈夫。ガルバンシェルの意味があるから。レディオン。攻撃しても大丈夫。まあ、レディオンはで、ちょっとね、いない。ここは。水属性だから。相手は雷属性だからちょっと危ない。まあジャガーノートはちょっとね、そんなに難しくないから。ちょっと適当にやったら大丈夫だと思います。このステージは、
じゃあ、いや、アバードンは、そんなに難しくないから。気にするところは、アバードンの HP が半分になるところですね。で、あいつがデスケートやるから、何がデスケートっていうのは、強力な攻撃かな。簡単に言うと、うわ、やばい、これはやばい。うわ、作ります。ちょっとラッキーだったんです。本当はガードしないと簡単に死んじゃうからさ。次はですね、アバロンのアーのところですね。あいつまた手つけたやるから、ちょっと気をつけないと。こんな感じでやりますね。まだか。まだが、またもちゃったですね。いや、リリーのリーダーで大丈夫だから。そうか。ドラゴンシェルのビビを打って、で、他のメンバーをガードして、ということなんですけど。別なところはないと思いますんで、ちょっと適当に攻撃してます。はい、マックスウェル来た。ジェネシス。で、ここはですね、セイクレットソングとデスティニーのを見てから判断します。こんな感じですね。まあ、ちょっと適当にやってみます。セイクリットソングはまだだからちょっと気をつけないとね。ジェネシス。次は何だろう。セキュリティソングか。やっぱり。じゃあ、前にね、俺の、攻略動画で、テーブルがあったんじゃないですか。で、今は、単純にのところで。今は13。次は何もないみたい。枯渇な
ポケットがないからちょっと適当に攻撃します。ちょっとね、ファンシェルのビビ次のターンで使いたいから前のは使わない、使わなかった。で次はデスティニーだから、デスティニーだったらドラバンシェルの BB 打って、で他のメンバー先攻撃できますから大丈夫です。次はセイクレットソングだから田舎どうします。まだボギー虫の効果があるからちょっとねガードしないと死んじゃう。うわやばい、あ大丈夫、なんとか生き延びた。バフはもうほとんどないから、で先攻撃いっちゃいます。次もまだ戦後劇できますから大丈夫みたいです。まあ一応リリのバフしたい。で次のはやばいだから、セイクレットソングとデスティニーが一緒に来るからこんな感じでやります。よし、ルーンは OK です、これで大丈夫だと思います。で次はね、まだボギー虫の効果がまだあるから、よくアドしたい。みんな、安全のためにね。じゃないと死んじゃうよ。で次のターンは、戦後ケーキ打てるから大丈夫だと思います、これで。見てやくるか、大丈夫大丈夫。次もまだ大丈夫、戦国劇やってもね。でダルパニシェルのビビ次のターン使いたいから今は使わない。
で次はセイクレットソングだからこんな感じでやります。で次はテストに来るからこんな感じで、うわ、しちゃった、これやばいや、ちょっと次は何もないからこれでやります。ちょっとね、計算ミスっちゃった。まあ、いけると思います。どうかね、マックスウェル取りたいね、このアカウントで。次はまだ何もないから、まあ、戦後撃撃ちゃいますわ。次はセイクレットソングだからこんな感じでやります。ドラゴンショルビビ予定で他のみんな他のメンバーはガードということです。わいやばい、ルーンはドラゴンショルに、うわ、オッケー、なんとか生き延びた。ドラゴンショルは危ないからこんな感じで、まあ僕無視のところみんなまだあるから、あのマックスウェルのね、で次はデスティニー来るから、これはどうしようかな、こんな感じでやりますか。デスティニーとリサレクションか。次は何もない。セイクレットソングもデスティニーもないから。こんな感じでやります。ミティアか。まあ、大丈夫、ミティアだったらさ。トルガンシェル撃ってよ。マクスベルのバカ。ちょっとね、困りますね、こうなったら。こんな感じでやりますか、みんなカードで、なんだか来て、OK です。で次は冒険無視の効果はまだあるから、一応ダルバンシェルの SPB 使って SPB でいうか PB ですね、指使ってで戦略撃撃っちゃえばなんとか大丈夫だと思います。なんだそのミディアは2回もリリマタに、
次は何もないみたいで、こんな感じでやります。じゃあこのシャル撃てよ。うわ、まあいいか、ジャスティンに来るからみんなガードで大丈夫だと思います。これで次はセイクレットソングだから HP を満タンにしないとダメだから死んじゃおうわ。これでやります。はい、次はまだ冒険無視の効果あるから一応みんなカードしてやばいわ。こうしないと死んじゃうかもしれないからさ。よし、OK です。で、次は何もないみたいけど、ちょっとどうするか、これ詰めするか。まあ、この二人はカードしてね。これでなんとか大丈夫だと思います。次も何もないから、まあ、ドラバンシュルの BB ちょっとね次のターンに使いたいから今回は使わない。でちょっとね船かもしれないから一応ダーボンシャルのマックスにストルは HP を。次はセイクレットソングとデスティニーだからこんな感じでやります。うわ、デスティニー2体2回もリリーに、まあ何度か大丈夫みたい。で次は防御無視の効果はまだあるから安全にプレイしたいな。これでなんとかなると思います。次は何もないから、ここにで、はいはい。で次も何もないみたいから、
ちょっとね。ドラゴンシュルのビビちょっと次のターンに使いたいから。次はセークレットソングだから、ちょっとこれか。こんな感じで。うわー、ルトリオにやばい。やっぱり、こうなったらしょうがないな。で、どうする?次はデスティニーだから、デスティニーとエンドレスが来るかもしれないから、これでなんとか、生き延びて。うわぁ、これはやばい。次は何もないみたいけど、何しよう、これをね、どうするか、壁出ちゃうみたい。で、次はエンドレスね。エンドレス来たー。で、次のターンはセイクレットソングでこんな感じでやります。やばい、倒わないでください。大丈夫、倒れてて、またバゲームしの効果あるから、ちょっとね、足がブレしたい。次は何もないみたいから大丈夫、先行撃撃っちゃいます。次はセイクレットソングか。これやるしかないな。ルーヌは。よし、OK です。これで大丈夫。
まだ冒険虫の効果はまだあるから、ちょっとね、これはやばいわ。みんな勝たしますか。ダクラス死なないでください。OK。で、次は、戦国危機の時間ですね。トルコンシェルのビビは次のターンで使いたいから使わなかった。で次はテスティに来るからこんな感じでやります。なんとか大丈夫だとは思いますが、どうする。うわっ、2回もね、デスティニーがダルバニシャルに来たから。次はセークレットソングか。じゃあ一応これでやりますか。どうしよう。まだ冒険虫の効果はあるから、どうしよう。これはやばい。こんな感じで、次は何もないみたいから大丈夫。先行劇言っちゃいます。次も何もないみたいから、どうする。行っちゃいます。次の歌のはセイクレッドソングとテストに来るから、どうしよう。これやるしかないね。まだ死なないでください。 OK です。 OK。 うわ、で、次は動物。ポケモンシの効果はまだあるから。これでやります。あとは三ターンでこいつ殺さないと俺の方がやられるかもしれないから、
と2ターンで殺せるのかな。よし、あと少しで。次のターンで決まりですね。OK です。よし、よっしゃ。マクスウェル取れた、嬉しいわ。嬉しいです。うわ、またレベル上がったみたい。よし、取れました。よし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 。オッケー、これはすっごくいいんですね。マックスウェル取れました。で、これですね。次は、ノラチョタタイヤを、メタルバレルで使って、マックスウェル、すぐマックススタイナー。タイヤ3個使っちゃいました。なんとかね、マックスウェル、レベル100まで育てました。で、これを見せたんですね。で、マックスウェル、取った時は、28日目ですね。フロンティアゲートですね。もうすぐ終わるから、全部取りたいんですね。オルトリーク1と、またスフィアブロックはまだだから。はい、それで以上。ありがとうございます。はい、見ていただいてありがとうございました。まだ登録していない方は、どうぞ、ぜひ登録してください。またブレイブフロンティアの動画を見たいなら、こちらのイメージをクリックしてください。登録はどうぞ、こちらに。はい、ありがとうございました。